今から竹やぶに行くよ。おおお、うわうわだだだだ大根、あ大根に囲まれてる、あ全部大根だ、全部大根だ、すごい綺麗これ面白い、すごい、みんな見て見て、大根干してるやつを見て、よく竹、これも竹だよ、おお圧巻です。これが干し大根ですね。そうです。この竹やぶの中でやるメリットなんかあるんですか？雨とか、うん、防ぎ、あそうなんだ、うん、ちょっと暖かいんで、へえ、この時期凍っちゃう場合があるんで、うん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 、凍らない方がいいんだ。じゃあ適してるんですね、こういうところが。でも農家さんによってはなんか畑で天日干しの人も、うん、うんうんうん、あそっか、うえー、待って待って待って、見せて、なになに、うおー大根、大根がほら見て、こんななる、おおおお、大ちゃん、もうたくあんじゃんこれ。もうこうやって上から干すことでやっぱこうまっすぐ垂れてくんですね。足があるよ。なに？セクシー大根。もう見渡す限り大根です。すごーい。でっかくね、この。なんかでかでかいね。でっかい。まだ干したばっかりで。あ、干したばっかりはこんな大きいんだ。え？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 すごいよこれ。なんかすごいことになってる。こういうのも生まれるんですね。この端っこにあるやつがちょっと面白いやつが。かわいい。ねえ、セクシー大根。なんかこれすごいね。すごい絡まり合ってる。おお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 お。セクシー大根。セクシー大根だった。舐められてる。おおおお。セクシーダイコン。それ何レオラ？アスパラの花です。だよねだよねだよだよね、うん、食べていいらしいです。えぇ、本当に顎がシャープ違う話してんじゃない関係ねえよ。評判が家へ行ったならば、マリーの家へ行き、どんな暮らししているのか見て聞いてほしい。五番昔からの人がきっと住んでいると思う。うわ美味しそうやばいこれ美味しそうチーズハッカル、あーかわいい、あごちゃん遠い昔に暮らし悲しい思いをさせた、それだけが気がかり。五番街で私の寝床はこんな感じです。電気毛布、そしてコット、めちゃくちゃいい感じ。それでは消灯します。みんなおはよう。おはよう。おはよう。はい、おはよう。ここが朝日スポットです。ちょっと厳しいかも今日。分厚い雲が下にあるっぽい。もうちょっとだな。すごいすごい、でもなんかすっきり。あれだあれだあれだ、やったー、みんな
片付けタイム。さあ、今レオラはお片付けをしてます。広いね、ほんとコット入れてそんなにスペースあるんだね。これ超おすすめで、毛布なんだけど、うん、このまま入るとやっぱひんやりするじゃん。確かに。毛布入れたくて、うん、探してたら、これ全然アウトドア用品じゃないんだけど、ほう、筒毛布って言って全部つながってるの、こうやって。えわかる？寝袋みたいになってるってこと？形が。すごく良かった。普通にネットで。へえ、すごい。レオラはもう完成してますね。いやでもコンパクトにしたい。コットの方が意外とコンパクトかもね。コットの方がなるかも、最終的に。コンパクトになるし寝やすい。うん。冬は絶対あった方がいい。ね。いや本当に。レオラのテントの中でした。バイバーイ。いや本当遊びに来てくれてありがとう。めちゃくちゃいいね。落ち葉の落ち葉がすごいね今。ふかふかな感じ。まだね本当に何もできてない、うん、開拓途中で見てもらったけど、こうしたらいいんじゃないかみたいな案があったらぜひ、取り入れたいな。デカちゃんの動画見てて、うん、シンボルの木を作るみたいなこと言ってた。うんうん。その辺とかをちょっとデコレーションしたりとか、うん、この目印みたいになって、うん、みんなそれを見に来たいんじゃないかなと思いました。確かに。そう、デコレーションする発想はなかった。リファちゃんらしいカラフルな感じになってもいいのかもと思いました。ありがとう、嬉しい。楽しかった。でまた来て本当に。いやもうてか手伝いたいもん、なんか、ね、手伝って。いやもう昨日の夜星がすごくてさ。そう、星ね。流れ星ビュンビュンだったじゃん。いやそれすっごい綺麗だった。本当に真っ暗にしてね、あの自分たちの電気消して、うん、この時期すっごい静かだった ね。 そうね。また遊びに来てほしい。素敵な場所でした、うん、また泊まりに来たいです。また遊びに来て。いただきます。ありがとう。ありがとう。チャンネル